プレイモービルは、玩具のシリーズである。ドイツ・バイエルン州、ミッテル・フランケンのツルンドルフに本社を置く、ゲオブラブランドシュテーター社が発売している、組み立て玩具で、統一された縮尺と世界観によって、箱庭を作ることができる。日本語では、プレイモービル、プレイモビル、プレイモビールなどと呼称される。芸術家であり、グラフィックデザイナーでもあるライナー・ビリングストーファーによって、 ブランドメートルマークがデザインされた。基本となる製品は、背丈7.5センチメートルの人形で、手や足、頭などを動かしたり回転させたりすることや、手に、道具や武器を持たせることが可能である。プレイモービルファンパークドイツニュルンベルクに、ホテルが併設された、プレイモービルファンパークが存在する。1971年からハンスベックによって、 開発が始まったプレイモービルであったが1973年のオイルショックの影響で1974年からガングに使用するプラスチックの原料である石油の価格が跳ね上がった。原料の値上げによって大きなプラスチック製ガングは再三割れを起こすことから小さなプラスチック製ガングへ移行することになった。1974年のニュルンベルク。 国際番組本誌の前までに小さいプレイモービルが開発された。最初の製品では工事中、西部劇、騎士などのテーマに沿って20種類のアクセサリーが展開された。1976年には女性が加わり、子供、赤ちゃんは1981年から1983年に発売された。毎年少しずつ製品は改良され、 人形の髪型などが変更されていった。アメリカでは1982年からシャーパートイズが輸入し発売した。日本においてはかつては現地法人の日本プレイモビル社、その後エポック社が輸入代理店となって発売されていた。一時期はテレビ CM が放送されたり、明治製菓でお菓子のおまけに採用されたが、後に輸入が中止され、日本において 正規販売店が存在しない状態が長年続いた。1990年代後半に入り、マスダヤコーポレーションが輸入を再開し、マスダヤの後はアガツマが輸入していたが2010年末で代理店契約を終了。2019年、株式会社ホットトイズジャパンが国内正規代理店となり、日本公式オンラインストア、プレモストアをオープン。 11月には量販店での展開を開始した。人と建物、動植物、道具などをセットにしたものが基本である。パーツの数によって代償様々な規模のセットがあるが、大人は7 5トル子供は5 5トル赤ちゃんは3 5トルという共通サイズになっている。自動車モデルの中には、 RC ユニットを組み込んでラジコン化できるモデルが数種類存在する。現在の鉄道モデルは RC 制御だが、かつては鉄道模型のように線路から終電するモデルも売られていた。スペシャル人形一体と小道具などのセットで、セットのシリーズより安価である。箱の四隅がピンク色になっているのが特徴である。アドオン基本のセットのパーツをバラ売りしたもの。 透明のビニール袋で梱包されており、基本のセットより安価であるが、日本国内では販売されていない。ありがとうございます。